徹底解説グレシア GX リフィア GX リアルガ GX。はい、どうもポリテシです。今回は3枚のカードを徹底解説していきます。まずはこちらグレイシア GX。 はい、このグレイシア GX はねかなり強い。なんといっても EV の進化系。 EV は特性エナジー進化により先行の最初の番からいきなり進化ができるポケモンです。そしてグレイシア GX の特性凍てつく瞳。これはこのポケモンがバトル場にいれば相手のね、場にいる、それから手札にいる、トラッシュにいる全部のポケモン GX、ポケモン EX の特性がなくなりますと。なので、まあ、先行でね、もういきなりグレイシャー GX がバトル場で立っちゃえば後攻で相手はカプリセフ GX 出しても特性働かない、シェイミー X も働かない。つまりハイパーボールやカプリセフ GX、シェイミー X に頼ってるデッキは結構このグレイシャー GX が厳しいという感じになりそうです。で、このグレイシア GX ね、非常に特性が強いんですけれど、技もね、良いです。フロストバレット90ダメージでベンチにも30っていう感じで、ブラッキー GX っぽい技ですかね。で、まあ水プラスダブル無色エネルギーで使えるんで結構使いやすくて、その上ポーラースピア GX、 これは非常にね、いいです。相手のポケモンに乗っているダメ感の数かける50ダメージ、事前にね、フロストバレットを使ってベンチに30ダメージ分ダメ感が置かれていれば、フロストバレット自体でバトルポケモンを倒し、次にできたダメ感が30乗ってるポケモンをポーラースピア GX で150ダメージ出して倒すと、そういった動きができます。まあ、こだわり8枚込みでね、ダメ感3個あれば180出るんで、まあ、十分なダメージかなと思います。さらにね、カップルコケコみたいにね、ダブル無色エネルギーと相性良くて、かつダメ感を相手の場全体にねばらまいていけるポケモンがいると非常に相性がいいかなと思います。あとはね、もう一匹相性がいいのがアローラキューコン GX です。こっちもね、技によってベンチポケモンに50ダメージを与えられますから、まあ、ポーラースピア GX がね後から250ダメージが出てくるということにできますし、あるいはね、このグレイシア GX の、フロストバレットが90っていうのはまあ決して高い方じゃないんで、そういうダメージの低さっていうところを、まあ、アロラキューコン GX がね補ってくれると。あっちは160ダメージが出ますから、まあこだわり始めコインで190出るんで、このグレイシア GX では倒しにくいポケモンを倒してあげられるポケモンです。ぜひ採用検討してみてください。まあ、あとね、ガマゲルゲン X とかもね結構妨害同士でいい組み合わせかなと思います。ダブル無色エネルギーもお互い使えるんで相性がいいポケモンかなという感じ。相手によってグッズをロックしたり、ポケモン GX、ポケモン EX の特性をロックしたりっていう風にね、使い分けて戦っていくことができます。そしてこの EV から進化するグレイシア GX、 まだまだあります。そう、もう一匹いる新ポケモン、リーフィア GX、 こいつと一緒に使えるわけですね。じゃあリーフィア GX 紹介していきましょう。こちらはね、特性青葉の息吹持っております。なんとこのポケモンがバトル場になら自分の場に1回使えるエネルギーがついている自分のポケモン1匹の HP を50回復すると。なのでグレイシア GX デッキにこのリフィア GX を入れておいてダメージを回復しながら戦っていくっていうことも可能です。逆にこのリフィア GX を中心にデッキを組んでいくこともできます。まあ、技はね、110ダメージのソーラービームという感じで、まあ普通の技という感じですけれども、ポイントはこちら、グランブルーム GX という GX 技がミソです。自分のベンチの種ポケモン全員がそれぞれ、進化するカードを山札から1枚ずつ選んでそれぞれに乗せて進化させると。このリフィア GX もね、EV からエナジー進化使って、まあ、高校最初の番に進化した上でいきなり N1 個つけてグランブルーム GX 打てますから、高校で非常に強いポケモンです。まあ、使い道としてはね、高校の最初の番でバトル場 EV、草エネルギーつけてエナジー進化働いてリフィア GX でいきます。アズサを使います。種ポケモン3匹並べます。はい、グランブルーム GX、 このアズサからのグランブルーム GX って動きはね、かなり可能性が無限大なんでね、ぜひ皆さんいろいろ動きを検討してほしいなと思います。もしくはね、ポケモン大好きクラブを使って
ポケモン EX をね、2匹並べてグランブルー GX を使ってメガ進化ポケモンにするという、そういった動きも強いです。この場合当然上がってくるのはメガジュカイン EX、 このリフィア GX を使って進化させればソウルリンクイヤーズなんで、コータルハチマキとかね、そういったポケモンの道具をつけることができます。あとは忘れちゃいけないのが EV との組み合わせですね。はい、ベンチに EV と並べておいてグランブルーム GX を使う。そうすると例えばね、フレアエフェクトを持つブースターに進化、そしてエレキエフェクトを持つサンダースに進化で、最後の1匹をグレイシア GX に進化っていう風にすれば、一気に草、炎、雷、水と4タイプの弱点がつけるようになります。で、グレイシア GX とリフィア GX につきましては、レインボーエネルギーで草と水の代用ができるのと、最近出たユニットエネルギー、これを使うと同じく草エネルギー、そして水エネルギーがね、両方使えるんで、リフィアとグレイシアはね、一緒に使うことがしやすいポケモンです。ぜひお試しください。ちなみにリフィア GX がね、2匹いれば青葉の息吹使って、グズマ使って、青葉の息吹2匹目のリフィア GX で使って、さらに軽石で逃げて3匹目のリフィア GX で青葉の息吹使って技を打つっていう風にすれば、1回の番で効果が3回使えたりもできますんでね、非常に強いんでおすすめです。最後にまたしても強いポケモン、リフィア GX です。種ポケモンでドラゴンタイプのポケモンですね。はい、でなんとクロックアップという技がですね、一円で使えて非常に便利なんですよ。実は、まあ、シェイミー X と同じくね、手札を6枚になるように山札を引く効果を持っています。なんで、高校とかでね、最初からいきなり怖いお姉さんとか、あるいは、プレミリとかをね使って相手を妨害しながら、こっちは手札を増やすというふうに相手よりね有利に動くことができる可能性がある技です。はい、特にプルメリはね、手札を2枚減らすんで、このクロックアップの手札を増やす効果がね、非常に相性がいいです。改造ハンマーとかクラッシュハンマーとかプルメリとかね、下っ端とか、そういったいろんな妨害カードを積んだデッキにね、まず相性がいいポケモンかなと思います。で、引き裂くはね、80ダメージなんですけれど、ダメージは高くはありませんけれど、その代わりね、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しないんで、フーパー、それからアロラキューコン、あるいはね、電樹木 GX とかが持っている特性を突破できますと。まあ、そういったポケモンにね、苦労している人は、ぜひこの引き裂くをね、活用してみてほしいなと思います。最後、これがこのディアルガ GX の一番のポイント、タイムレス GX。なんと、150ダメージという大ダメージを持ちながら、この番が終わった時もう一回自分の番が来るという恐ろしい技。ちょっとね、エネルギーは鋼無色で若干重たいですけれど、そこはまあ新しく出た磁場コイルを使ったり、ドダクをね使ったりすればまあ可能な範疇かなと思います。で、技さえ打てばね、通常このエネルギーがたくさんついてるポケモンって返しが怖いですけれど、このポケモンの場合はね、返される前にもう一回自分の番が来るので、技打った後逃げて別のポケモンで戦っても OK なんですよね。で、逃げるだけじゃなくて、普通にね引き裂くを使って追い打ちをしてもいいし、あるいは一番おすすめがですね、忍者ごっこです。次の場に忍者ごっこを使ってネクロズマ多層枯れの縦紙 GX に忍者ごっこで差し替えます。こいつがね、鋼無色で220ダメージ出せるんで、例えばね、最初のタイムレス GX の段階でこだわりハチマキつけておいて、カップ出てくる GX を倒します。で、相手が次にね、またポケモン GX を出してこようものならば、忍者ごっこを使ってネクロズマに成り代わってハチマキ込みで250ダメージを叩き込むと、大抵倒せると思うんで非常に強い。で、サイド4枚取れるんでね、早めにねサイド2枚取っておいてから一気にギャルガ GX で勝負を決めに行くという動きがおすすめです。勝負を決めきれない場合はね、ソルガリオプリズムスターに忍者ごっこをして、コロナインパクトをぶち込むっていう手もありますね。160出ながら倒されてもサイドが1枚しか取られませんから、これはこれで非常に強いです。というわけで、どのポケモンもかなり強い今回の第5弾、楽しみ、みんなもぜひ手に入れてください。それでは